はい、皆さんこんにちは。まあ、職業柄中学校がマイクロソフトチームズ、それから高校がグーグルのクラスルーム、まあ仕事だとまあズームを使う機会が多いので、3つともこう録画してね、後でアーカイブしてみたりするので、まあどれも使い慣れてるのでちょっと解説をしていきたいと思います。でまずはズームから解説をしていきます。でズームのね、一番いいところはこれ録画が忘れなくて済むと。要するにこれ会議が始まった時に自動的に録画する機能がついてるんですよね。これちょっと説明していくと、これズームね。でこの設定、この歯車のマークをクリックすると、まあこんな風にメニューが出てくるので、これさらに設定を表示でウェブサイトを開くんですよ。このウェブサイト、ズームのね、ここの設定の中のこの記録ですね。で実はここの記録とこの記録全然違うメニューで、まあこれ後でやりますけど、記録っていうのはこのやつはね、この録画したファイルを見るという記録の機能なんですけど、今回はこの設定のところ、設定の記録ですね、これクリックしてあげると、このクラウド記録で、クラウド記録をまずオンにしてね、この下の方に自動記録ってあるんですよ。でここのチェックをオンにすると、まあ自動的にまあ記録ができるということなんです。で早速会議をスケジュールして検証してみますね。ズームメニューのスケジュールをクリックして、でこの詳細オプションで一応確認しましょう。ここミーティングを自動的にレコーディングするということで、まあクラウドだとね、まあシェアして学生に動画見せるの楽なので、これクラウドにしておきます、はい、確認したらこれで保存ということで、はい、スケジュールができました。じゃあ早速開始をしています。でビデオを開始すると、これ多分録画してるのにちょっと自分がね、こう 何人も出てくると思うんですけど、ほらこんな何人も出てきた。だけどこれでレコーディングは自動的に開始されているということです。で会議をこれ終了すると、はい、これで自動的に録画が止まるということですね。で録画したやつはこれどこで確認するかというと、設定をクリックして、でこのメニューが出てくるので、ここでレコーディングで、ここ管理と、クラウド録音、これ管理としてあげると、はい、マイ録画、はい、このメニューに移るので、この記録ね、さっき説明したこちらの記録です。そうすると今のやつが録画中ということで、まあもう少しするとこれが多分アクティブになると思うんですけど、もう一回、はい、出ました、安藤昇のズームミーティングということで、これが、まあ、再生できると。でこれで再生で再生してますね。でカメラがオンだったらこの辺だから、この辺行くとほら、はい、でこんな風に録画ができているということになります。でこれ学生にね、まあ、共有可能なリンクをコピーするとやると、これで学生に見れるようになるので非常に楽ですね。まあ、あとはこのクラウドの容量ですね、まあ、最大で1ギガなんで、まあ、保存はどうするかというと、ズームミーティング開いて、でここでファイルをダウンロードするとパソコンに保存ができるということです。ズームはね、本当に録画し忘れがないので非常に便利です。はい、次に Google クラスルームですね。これの会議のスケジューリングの仕方ね、これ見ていきましょう。でクラスルームのこの会議の設定の仕方というのは、このカレンダーをね使ってあげると非常に簡単です。でカレンダーをクリックして、はい、会議を設定したいと思います。はい、これでクリックして、でここで、まあ、会議としますか。でここで Google Meet のビデオ会議を追加した後に、これで Google Meet が追加されました。そしたらばこの Teacher、 これで Teacher になってるけど、ここを、まあ、理科5年1組しますか、はい、これで要するにクラスルーム名がね、ここで選べるんですよ。こここれがね、社会とか、これがカレンダーでこう選べるので、でこれで保存してあげると、はい、ということです。でそしたらば、あとは時間になったらね、学生の方にも連絡が行くので自動的にね、
でこれで Google Meet に参加するということで会議が参加できます。はい、これで参加したいと思います。はい、今すぐ参加。お、これ例のごとくたくさん出ますね。これ画面がこれねダブってるので、はい、そしたら録画はこれ簡単で、この自分のこの後ろ、こっちちょっと見えないな、この辺だ、この辺だな、この辺、この辺にメニューがあるから、ここでミーティングを録画、こっちさ、ここここ、ここでミーティングを録画、それで承認ということです。はい、まもなく録画を開始しますと出ますので、これで録画が開始されました。はい、録画ね、まあ、停止する場合はここなんですけど、まあ自動的に会議終わるとこれ保存されるということなんで、これ録画が始まってるかな、始まってるのでこれ停止します。はい、そうするとこれ Google ドライブに移動してみましょう。クラスルームからここで Google ドライブ、はい、とここに Meet レコーディングというフォルダができるので、この中に録画したものが保存されていると。はい、こんな風に、まあ、保存されて、あとはこれを学生にね右クリックして共有で、まあ、その学校内だけでこう共有してあげればいいということになります。はい、最後にマイクロソフト Teams の会議の設定方法と録画方法、これを見ていきたいと思います。まあ、クラスを開いて、でこれもまあ予定表をクリックして、例えばここに会議を追加しています。会議としてね、会議として、でここでちょっと間違いやすいのは、 Google の場合はこのメールアドレスとここにね、例えばまあ生徒とかやると、これ生徒が出てくるんですけど、これとそのクラスルームの名前ね、これ両方ここに入れられたんですけど、 Teams の場合はねこれ別なんですよ。ここチャンネルを追加というのがあって、ここでクラスをこういう風に指定します。はい、でこれで一般ということで、これで社会の一般というところね、まあ、どういうことかというと、このチームの、一回ちょっと破棄しますね。ここのチームの社会の、この一般というチャンネル、ここで、まあ、会議ができるということなんで、これ予定表はね、もう一回設定しますね。ここで会議、会議として、で、ここでチャンネルを追加。で、これ社会の、これ一般ということで会議をしますよ、と。いうことです。でこれで送信としてあげると、はい、でここに会議が追加されました。でこのチームのね、この中ではどう見えるかっていうと、社会これクリックすると、はい、これ会議予定されてますということで、これをクリックするとこの会議に参加できるということで、ここで参加ですね、まあ、ここをクリックしてもいいんですけど、ここで参加とすると、これでチームズ会議で出ることができます。まあ、これ例のごとく、これカメラオンにすると、はい、こうもう重なって見えます。はい、で今すぐ会議ということです。で Teams の会議の録画、ここですね。ここからこうレコーディング開始。はい、そうするとこれレコーディングが今開始されてます。で、Teams の場合は、まあ、どこで録画してるの分かるかというと、ここですね。ここで今録画してますよということ。それから、ここにメッセージが出ます。これで今録画してるということが分かります。で、停止するには、これは、まあ、Google と同じように退出すれば、レコーディングが自動的に保存されます。はい。だいたい退出してみますね。でしばらくするとレコーディングされたのはここにねリンクが貼られるんですけど、まあ手っ取り早く見るためには、ここのメニューからストリームってあるんですよ。ストリームで、こうストリームの中のこのウェブブラウザを開くんですけど、マイクロソフトストリームというのをクリックして、はい、でこれでストリームが開けるので、ここのビデオってところですね、ビデオ、これクリックすると今のものが見ることはできます、はい、これで手っ取り早くここに保存されているので、これで見ることができます。こんな感じですね。
で、あとは学生にこれを共有するためにはこの共有というのがあるので、ここでコピーします。はい、そしたらばこれを Teams に戻って、まあ録画されたのはこれ返信でね、はい、録画ということで URL をこう貼ってあげれば、はい、あ、今はこれ反映されましたね。まあ、手っ取り早くやるには今貼った方が早いんですけど、まあしばらくするとこういうふうに会議がこういうふうにリンク貼られるので、まあ、この手間はやらなくてもよかったですね。はい、これハートつけていきましょう。これやっぱり3つの中で、まあ本当に自分も授業始まってレコーディングをね忘れちゃうということが何度もあったので、この Zoom のように会議始まるとね自動的にレコーディングしてこれで保存してくれると非常にありがたいですね。はい、じゃあ今日は Zoom、 それから Microsoft Teams、 それから Google Meet、 これの比較でした。まあよかったらチャンネル登録、高評価、それからコメント欄に何か言葉、これをよろしくお願いします。それではまた。じゃあの。